年の1月の24日にスタートをいたたししました、えー、ですから、えー、この新国立競技場の問題については、えー、私は大変迷惑してるんです、正直言って。というのは、えー、別に新国立競技場を組織委員会が作るわけでもなければ、組織委員会がこうしてくれ、ああしてくれと言ったわけでもなんでもないんであって、えー、作るのは、えー、これは国が作ること、そして都が協力すること。 だろううといいううに思います我々は当初横浜の日産スタジアムを実はえ決めてそこで申請をしてそれで了解を得ていたわけですところがそのことで国立競技場を使うかどうかという話を国会議員の先生方ともいろんな相談をしてやってる時に後ろから「オリンピックやるぞ」ということになって「じゃあオリンピックやんならラグビーも」 間に合わせれば入れ,入れてやるじゃないかということで我々はまあ,えまあなんて言うんでしょうねえクラウンぐらいの車に乗っていたら後ろから大きなセンチュリーかなんかが来てこっちの車のいいから乗りなさいとついでに乗せてあげますよって言うんでそっちに乗ったらパンクしてラグビーだけまた降りなさいと降ろされたっていうまあ笑い話にもならない話なんで初めからラグビーなんか誘ってくれなきゃよかったなと思うんだけどしかし やりにくいのは組織委員会の会長が無理でそのラグビー協会の会長も無理だっていうのはことさらことをこんがらがせてしまったという面があるのかもしれませんが都の金額と組織委員会の金額に比べて国が負担するのは国立競技場だけですからずっと下になるんですよ。 そういう目で皆さん見て頂い,いて国立競技場の2,520億が高い安いということを印象的には大変なものだということになりますが今オリンピックで使う施設を全部トータルでしていきますと実は国が一番安いんだと負担は。ということになるとなんだよということになりかねないところがあるんです。 迷惑しているとお話でしたけれどもまあこれからコンペをやるということでまああのどこまで関わっていきたいっていうのは森会長の方であるんでしょうかそれともどのように進めていくべきだという提案というのはありますでしょうか大変失礼なお答えをしますが迷惑のことだという言葉を取り上げないでほしいのは私には関係がないということなんですどういうものを作ろうとどういう線を作ろうとどういうものを この組織委員会は実際関係ないということなんです。それを申し上げたから、それを理解されてないから、まるで私が無理,無理筋をやってるみたいにご了承してるように、まあ意図的に報道してる期間もありましたけどね。だからそういう意味で私は迷惑だと申し上げたんです。